あちら岡場駅、あちら、御社駅、その手前に有馬神社で、その間にあるこちらのカーショップなんですけども、昔から、ほったらかしになってますね。あの車なんかはそうでしょうし、左手のもう苔が生えてる、もうその左手赤いのも白いのが苔生えていて、その左はもうペンキが剥がれてる。で、あの奥の車の黒も昔から見かけてます。で、あの奥の方も剥げてる。で、どこかが回収してバラして、金属とかを採掘する都市鉱山みたいな形で回収してあげたらいいんじゃないですか。もうそうじゃないと無理があると思いますよ。結局産業廃棄物なんで国が動くしかないと思います。共産党さんのこの建物の隣なんですけども、見てわかる通り真ん中のところなんかもうだいぶ前から置かれていて剥げてるんですよ。で、あの辺の車ももう回転なんか多分つかないと思うんで、回収どこかがしていただくような形で、行ってもらうしかないと思いますよ。金属回収して錆びる前に溶かして使った、再利用した方が賢いですね、どう考えても。2023年9月2日、この車をもうずっと放置しっぱなしですね。もう10年以上は経過してますね。フロントのところとか、まあ、ナンバー見てもらったらわかると思うんですけども、いや、もうね、乗ってないと思いますよ。もうだいぶ前から。もうあの辺なんか剥がれてますし。で、もうこういう状態。タイヤも、パンクはしてないのかな。まあ、後ろがああいう風な形で。住所がね、こちらが有野、神戸市北区有野中町の、どこか電柱に書いてあったらいいんですけどね、シェーンハイム。シェーンハイム、オリバか、まあ何かそういう建物ですね。奈良県ナンバーと宮崎県ナンバーの車が来てますけども、今9月2日ですからね。まあ謎ですね。まあこの辺自動車メーカー屋さんがあるんで、自主的に回収していただいて、分解していただいて、鉄工所さんに金属を引き取ってもらうと、まあいくらかでもいいでしょうし、それとも河川水門開閉式ダム発電の、材料に使うとか、まあ各部品によってね、金属の種類が違うんで、その辺自動車メーカーの人じゃないとわからないと思うんです。各販売店の方たちが一番よくわかってる。エンジンのその金属は何だとか、まあフレームが何だとか、シャーシって言ったらいいのかな。まああと他にもシャフトとかいろいろありますけども、まあできれば純利益あるうちに町のために貢献していただいてほしいですね。国と相談して。多分もう所有者、もしかしたらああいう車ってお亡くなりの方の可能性高いですね。もう20年ぐらい前から見ていたと思います。まあまあ10年は硬いですよ。先ほどの車、白い車。こちら有野第一タウンハイツ、神戸市北区有野中町3丁目16の、4だったかな、18だったかな、ちょっと自分の住所が分からなくなってる、ごめんなさい。ちょっとだいぶ歩いてきたので、放置バイクですね、もう10年以上放置されて、まあ警察の方にも言ったんですけどね、結局お金がかかるからなのか、まあ、自主的にメーカーさんの方で回収してもらって、バラしたらね、まあ、タイヤは中古として使えそうです。あとの部品は、鉄工所に、買い取っていただくと。金属、金属。他国から買うぐらいだったらっていう話になりますね。
神戸市北区有野中町3丁目有野第一タウンハイツなんですけども、この自転車置きを見てもらったら分かる通り、もう錆びてボロボロ、もう10年以上前からほったらかしになってるのが多いんじゃないですかね。放置自転車なのか、この辺に捨てに来たのか。で、回収業者さんに回収してもらって、このままだったら金属錆びてしまう一方なんでね、さすがにもう乗ってるか乗ってないかでもう判断したらいいと思いますよ、明らかにこれ。もうすごい錆びてますから、絶対乗ってない。タイヤとかも。こういうのが集合住宅、至る所で見受けられるんですよ。だから、どっかメーカーさん頑張って、金属回収に動いていただきたいですね。で、分解して。